こんにちは、ユニスマチャンネルです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回は祝、はい、チャンネル登録者1000人突破、イエーイ。遅ない？だいぶ忙しかったもんな。忙しかったっすね。おかげさまでな。はい、久しぶりやな。久々っすね。なんか僕を省いて女の子とばっかり動画撮ってて忙しそうやね。めちゃめちゃ忙しかったです、正直。前撮ったのもなんか確か夜勤明け、はい、みたいなくだりあって今日もしっかり夜勤明けです。ヒゲヒゲということで、1000人ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いろいろ動画撮ってきましたけど、改めてここでこのチャンネルがどういったチャンネルなのか、まあ、コメント欄でもあったんですけど、公式のホテルチャンネルなのにちょっとふざけたような内容を撮るのはどうなのか、そんなんあった？はい、っていうコメントもいただいたこともあるんですけど、まあ、確かにルタキソホテルチェーンでいろいろ動画を撮らせてもらってるんで、まあ、公式のチャンネルって思われても仕方がないとは思うんですけど、まあ、このチャンネルはもう僕らの個人チャンネル、そうです、全部僕らのプライベートの時間で動画を撮って、まあ、その上で、まあ、クレタケソウさんに協力いただいてると。旅動画とかさ、2人で休み合わせてな2人っきりでデートやであんな鬼滅の刃のコスプレしてどう、この先やってきたいこととかある？そうですね、よくあの最初の頃言ってた飲食店とか、うん、もう大丈夫やもんな。まあ本当コロナの時期っていうのもあってなかなか回れなかったので、まあ、そういったものを観光地巡っていきたいなと思いますけど。でもさ、前回の動画松坂のアルバイトスタッフの撮ったんやけど、やっぱな、まだ松坂はな、飲食店他県お断りとかさ、あー、なるほど、一元お断りとか貼ってある。まあまだ厳しいんですかね。なんかもう三重県だけ特別厳しいっていうか時代が止まってるっていう。いやいや、危機意識がちゃんとしてるんですよ。最近またね、何でした、オミクロンでしたっけ、うん、どうなるか分かんないですけど、まあ大丈夫であれば飲食店取ってきたいな。そうですね、うん、実際 2,3 件そういう話な予定あったけど、うん、やっぱりってことでな。まああと僕個人的には歓楽街も行きたいですけどね。まあ一緒やもんな、飲食店。はい、まあ俺はコラボしたいな。誰かしてくれやんかな。コラボとかしてくれるんですかね。分からんそんな。あ、でも結構ホテルレビューの動画ばっか上げてるチャンネルとかもあるんで、そういう同じジャンルとかもそうやし、うん、別に他のなんかエンタメみたいな個人チャンネルとかでもさ、俺らホテルか飲食店ならある程度裏側も見せれるし、うん、ある程度自由に使ってもらってもいけるやん。はい、なんかそれでエンタメ番組作ってもらったら向こうは向こうでいいしな。こっちはただ本当に実際泊まってレビューしてもらう感想を聞くだけでもいいしな。あれ、誰かしてくれやんかな、お願いします。まあ1000人突破ってことで、次は1万人。目標は、目標は100万人。100万人50年ぐらいかかりそう。かかるかもしれないですね。まあ本当に一人でも多く増やしきたいな、うん、今つくづく考えると1000人増えたって考えるとすごいよな。すごいですね。前線当初行くとは正直思わなかったですからね。ほんまに俺は10万人しか目指してなかったで最初から。まあ先々に置いといたとしても、うん、3人もチャンネル登録してくれるって、撮影したホテルさんとかも、はい、キャンペーンして登録してくれた方も、うんうんうん、ありがたい、ありがたいですね。ですけど、だからこの動画をどうやったら登録してもらえるかですね。まあ、もっとこうこんなんしてほしいってコメントやっぱ欲しいですね。僕らも手探り状態でずっと進めてるんで、こういうのを見せてほしいみたいな言ってもらった方が皆さんが知りたい情報を届けれるかなと思うんで。コメントって、あ、よかったなって思う人がコメントする比率よりも一言物申す、物申したい人が打ってくれるんで、多分最初はちょっと厳しい、そういうコメントばっかりになってしまうもんないけど、うん、まあ、それでも欲しいな。まあ、実際これ YouTube だけじゃなくて現場で働いてても、まあ、アンチコメントって言うとおかしいけどさ、うんうん、そういう批判とかダメ出しな口コミとかでも、まあ、ぶっちゃけ俺ら慣れすぎとるからな。間違いないですね。どんだけひどいこと言われて星つけられとるか分からんしな。
もうどんとこいねむしろそっちの方がこっちとしてもね、そう対策できるし、ね、うん、改善点も見えるんで、うん、何でもいいんでそこおかしいやろどこでもいいんで、ちょっとコメントは欲しいな、もうちょっとな、欲しいですね。今後どうしていきたいんやった、もうちょっとこう観光地の情報を入れていきたいですかね。観光地動画作り方が下手すぎて全然伸びてないんですけどこのチャンネルで伸びとんのって清掃関連の動画だけなんやけど気になるんかな、やっぱ関心はあるんじゃないですかね。まあ、ホテルって綺麗で当たり前ってやっぱイメージあるじゃないですか。まあ、実際僕らもホテル泊まりに行って髪の毛一本でも落ちてたらやっぱあーって思っちゃうし、なんてどういう風に清掃してんのかなっていうのは気になるっすよね。じゃあホテルのその清掃以外のフロントの裏側とかも興味ないんかな。あんまり伸びやんねえけどな。直接あんまり接しないからじゃないですか。もう部屋に入ったら絶対全部が目に見えるわけじゃないですか。じゃあどういう風に清掃してんのかなっていうのはやっぱ気になっちゃうのかなと思いますけど。どうしていけばいいの、ほんで1万人目指すにはどうするんですかねゲーム配信やりますか。やるやる、もうそういうのもバンバンやっていきますよ。でもゲーム配信するぐらいやったら観光地域やと思うんじゃないですか。ゲームは観光地も行くけどゲームはゲームやなまあなんかこう最近上げにくい雰囲気になってきてるんやけどさ本当は上げて、まあコツコツ頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。まあ、チャンネルのメインがホテル飲食店裏側を調査検証から始まったで、うん、はい、本当にこうコメントでこの間やでホテルの清掃に関して本当はもうフルで一室やってるとこが見たかったんやとかコメントをもらって、ああいうのをもらうと本当速攻動けるから。そうですね、うん、こういうのが見たいとか欲しいな。欲しいですね。まあ、僕らはもうやってることが当たり前になってしまってるんで、ちょっとこうお客さん目線とずれちゃうところがあるじゃないですか。こんなとこ気になるみたいなところが多分出てくると思うんで、なんかこれはおもろいって思っても全然回数伸びやんかったりな俺はあのあるあるがさホテルあるあるやってやりましたね。俺あれめっちゃおもろいんさ個人的にいや本当あるあるですもんね。でも不評っていうか俺の中のベスト動画はホテルあるあると怖い話怖い話なんてもう全く再生されてないけどさ、サムネが悪いじゃないですか。ホラー系苦手な人は入らないじゃないですか。こんな動画だよって言ったらネタバレになるんで、うん、1回見てみてしか言えないじゃないですか、うん、でもいやホラー系は無理やから、いやもうそんなん怖いんだったら絶対無理、いいえ面白い面白い、でもホラーって書いてるやん。まあ、ホラーじゃないけど世にも奇妙なって言うけど、でもホラー系なんじゃないですか。サムネが悪かったか。でもポップにしたら下であの動画の内容は、まあ、あれで見てほしいですけどね。じゃあこの動画の下におすすめを、はい、2人のおすすめを貼っとこう。なるほどなるほど俺は嫌です、その世にも奇妙な話と、はい、あでもサムネは変えれるからさ変えとくわ。ちょっとポップナウでヤングなサムネとホテルはある。え、おもろなくなかった。いや面白かったっすよ。恥ずかしかったよ、ずっと照れとるよなんでーあれはそうですね僕のおすすめは何ですかね、うん、でも撮ってて面白かったのは伊勢。伊勢何も喋ってないで、あれ伊勢神宮はあんまり何も再生されてない、されてないですね。ああいう系を求めてるんちゃうかなと思ってたんですけどね。うん、まあ、あまりにも紹介が雑やけどな、うん、自分で作っとって思うやけどさ他のなんか旅系の観光地系の動画って見とる。いやあんま見てない。俺もなすそういうところかもしれないですね紹介者目線が違うのかもしれないですね。まあ、自分で考えるよってことやけど、うん、こういう風に撮るよみたいなコメントをしてくれるかなってちょっと思ういやなんかこうホテル系は撮ってて面白いのはあるんですけど、あ現場でそれあるよねみたいなで面白いかなと思っちゃうんです。だからもっとみんなが知りたいのはこっちの観光系なんかなとか
はめちゃめちゃ思ってましたね。もっとこう紹介って、まあ、でも裏側って最初に言ってるんですもんね。いやだったら一等席のとかもっと再生されてもよくね。一等席結構苦労しましたよね、あれ行くの、うん、だいぶ山奥でしたもんね。難しいな、難しい YouTube な。おすすめか、おすすめはこれ見てほしい。未来人も面白いですけどね。ああいう SF じゃないですけど、ああいう系も結構好きですけどね。未来人の2回目あれは結構撮ってて面白かったですよ。めっちゃ発展していったじゃないですか話が。じゃあそれを載せとくわ。はい、ぜひ見てください。ちょっと難しくて眠たくなるかもしれないですけど。あとあれあれ、一人でソロでさ、はい、撮って言い切っとったけど全然当たらんかった GoTo の GoTo の予想あれもう一回ショートにしといてる。そうなんですってでも遠からず当たってたんじゃないですか。 GoTo まではいかなかったですけど、まあ、オミクロンが騒がれやんだら、うん、多分12月に始まっとったよね、うん、と思いますけどね。結局何2月やったっけ。2月頃になりましたね、うん、でもそれもな正式な発表じゃないんで。ただ12月から GoTo まではいかないですけど各都道府県で地域クーポン、各都道府県のキャンペーンがなんか発展したもんな、この間、はい、エリア増えやんだっけ。増えました増えました、まあ、GoTo って言い切っちゃったが悪かったっすけどそうなんですあそこの繰り返しだけショートにしよく12月なんです言い切ったっすねまあ本当コメント欲しいですじゃあ次の目標は1万人。いや、とりあえず2000人いきましょう。そうやな、2000人ずつ上がっていきましょう。1000人ずつ上がっていこう。それか100人ずつでもいいですけどね。100人ずつ動画撮っていいですか。1100人、1200人、1300人めっちゃいいな。いやでも本当にな、100人でもすごいからね。いやすごいですよ、うん、こんな、こんな地道にってことで、はい、頑張ってきます。というわけで、というわけなん、というわけでチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録してください。いや本当にな、視聴率の割合が 10% ぐらい載せときますか。なんか見たら押したくなるような、なんかあるんじゃない。まあでもチャンネル登録するメリットって情報が早く届くってことじゃないですか。通知が来たり見つけやすくなったり、なんでやっぱ待って有益な情報ですよね、が面白いと思ってもらえる動画を頑張って僕らも作らないといけないってことですね。そうですか。チャンネル登録はしてます。しとる。なんでしてます。しとるけどやっぱりエンタメ系が多いよね。僕ゲーム系が多いんですよ。ゲーム系もでもな、ゲーム系は結構厳しいよ。俺ミンゴルで配信しとったけどさ、本当にプレステ4から自動で YouTube に上げれるからさ。あれ声とかは入らないですか。入る入るって。声も入るんですか。うん、もうプレスで完結できるでやっとったけど、はい、まあ、本当に他のメンバー同じ遊んどった人とかは毎日とか、はい、生放送しとる人もおったけど、うんうんうん、みんながみんなやってるの伸びるわけじゃないってな。本当に面白くてめちゃめちゃ説明がうまいとかじゃない。確かに確かに。でもまあ配信やり始めたら2時間とか3時間行ってしまうでな。それ一からアーカイブで見ますね生配信って言います。その時に何人集まったか、うん、あとはもうそれが自動でアップされるわけで、そっからまた切り抜いて面白いところを出すみたいなまあゲーム配信本当やりたいでしょ。このホテル関係の裏話、調査話とかは水と定期更新って書いてあるから、はい、そこはそれをアップしていく。残りの曜日でゲームをやればいいじゃん2022年チャンネルの目標、とにかくコラボ、コラボはしたいですね。誰かおらんかな。何でもしてくれます、無茶ぶりでも。はいはい、というわけでこれからも頑張っていきますんで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いしますいつもと一緒やから